YouTube 見られてる方はもしかしたら知ってるかもしれませんが、覚えてますか？何こっちに見えよう。覚えてますか？野球カードを使ったあのコーナーをリアルタイムでやっていこうというところでございます。そしてなんとこのカードはですね、皆さんに引いていただいて、引いた方にはてっちゃん先生のサインをつけてプレゼントさせていただきます。はい、では参りましょうということで、じゃ引いていただいたらヤオリン、私、アイちゃんの順で、これの解説をして、はいはい、で先生の方に誰が一番いい、回答をしたかを選んでいただくというコーナーで、最後に先生から解説をしていただこうと、そんな話になりますので、ただ想像で、はい、想像でね。じゃあまず一発目は、せっかく海外からお越しなので、あ、はい、はい、引いていただいたのはですね、栗山拓実さんです。栗山拓実さんです。さあ、ニャオリン、栗山拓実さんについて説明していただいてもよろしいですか？やばい、解説者っぽくね。え、教えちゃった。いいよ、いいよ。たくみさんはヤクルトの選手です。ヤクルト選手、ヤクルトで、外見は短髪で、身長が180センチです。想像で話してます。ピッチャー、カードは別にいいって。あ、カード見ていい。あ、カード見ていい。髪型わかんない。髪型関係ないよ。あ、バッターでした。はい、ヤクルトの選手でバッターで、で身長は175センチ。ちなみに全く違うってことだね。この選手はやっぱりな、去年だっけ、2000本、ね、2000本打った、もう素晴らしいね。まだ現役選手の左バッターでね、バッティングがすごい選手で、今西武ライオンズを引っ張ってる選手。ああ、そうなん。ちなみに会ったことはありますか？いやいや、もう俺がちょうど解説してる頃に入ってきたぐらいの選手かな。もちろん向こうはね、知ってくれてると思うんだけど、多分もう37、8だよね。俺が最後まだ一緒にプレーヤーとしたっていうのが、西武ライオンズの今度監督やる松井和夫が、ちょうど俺が現役最後の方にピエール学園から入ってきた。だからもう栗山君は俺が解説をしてる時に入ってきた選手だから、いやもう本当にいい左バッターですよ。ね、覚えておいてください。もう2000本の名球会だから、左バッター、いや、You プレゼントで、サイン、サイン、サイン、キーヒロセ、ヒロセ、ヒロセ。さあ、いいですか、じゃあ。じゃあ、手やつのとか。はい、これで、それでいい。はい、はい、めっちゃ光ってる。たけちゃんか。わ、これは。たけちゃんだわ。はい、これ知ってたら大したもんだぞ。大ちゃん。誰ですか、大ちゃん。大ちゃん。昔の、昔の、昔の、俺よりも先輩の、はい、ヤクルト。安田、左ピッチャー、ここからこう、安田のタケちゃんですね、これは。安田タケちゃん、親しいな。うん、で、なんかサイドスロー、サイドスローで入れて、珍しいよね、当時珍しかった。先発で、まあ、不思議なね、やっぱタイミング取りづらい。もうだけど、大体言ったら全部当たってる。安田さんって言って、もう本当体のちっちゃい左ピッチャーだったんで。だからもう足で言う王さんが左バッターで、この安田さんはもう小さな巨人って言ってね。なぜ俺安田さんって言ってるかって言ったら、俺静岡出身でしょ。それで静岡で地元の大昭和選手富士っていう社会人野球から行った選手が来たんですよ。でも残念ながらさ、去年だっけ、亡くなりましたよね。亡くなっちゃったんですよ。なんかガンだったんですよ。今は小倉高校ですね。今はもう亡くなって、小倉って何歳でもいい。もうだから70代だったんじゃないかな。じゃあ、つなげてくれば、うちのカホンラインですよ。いや、そういうこと。はい、ありがとうございます。さあ、私の
じゃあカード引き返しておりますか、このカード。じゃあはい、誰だ。あ、かけふさんだ。あ、はい、いつだかいます。かけふまさゆきさんを引いていただきました。え、高見さん、これは一番わかんない。かけふさん、まあ、バッターですね。で、写真ね、バッターで、まあ、阪神の人らしいところまでは書いてあるんです。自分が下かぶって言ってよ。かわいそうに解説者っぽく。いや、まあまあ、うん、バッターの阪神タイガースの選手です。すごく足の速くて、足が速くて、打率が良かった選手です。どうですか先生。もう掛布さんって言ったら、はい、もうこれはね、もうミスタータイガースって言って、そう、もうすごかったです。大体ミスターっていうのはその球団のもうスター選手のことなんですよ。あ、それでさ、自分たち芸人だから俺知ってるだろ、松村。松村。だからこのまっちゃんがよく掛布さんのモノマネを話して、こう大ブレイクしたっていう。やってもらいます。やってくれる。大ちゃんがやってくれます。掛布さんのモノマネ。そんなイメージ。そう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 。時間になりましたので、野球のこのカードゲームの方は一旦終了となります。皆さんありがとうございました。